んですよ。大人になったんですか？え、大人になったんです。大人になったんです。ようやく初詣を見ましてね、最近ね、本当にね、何の話だかよく分かりませんけどね。長与千種さんはだけど、はい、まあ本当にあのね、さっきもこの写真をね、チラシの写真を見て、肩幅がやっぱね、肩すごいですよ。すごいですか？40いくつ、50近くありますよ。うん、肩幅が近くあります。え、50近く、50はないですけどね。あ、本当に50センチはないですけど、40数センチぐらい。うん、今日いったらどのぐらいなんですか？今日は1メーターちょっとありますね。あの横幅が厚いんです。胸があるんじゃなくて、うん、横幅が単に厚いという。あ、なるほどね。触ってもいい？あ、はい。いやらしいされ方だね。お前騙されたされ方何なんだ。でも弾力がある。あ、ね、うん、ね、腕だってね。腕はそんなでかくないですよ。いや、ここからでっかいです。あの二の腕がすごいんですかね。そうです。でもあの色が白くて、うん、とてもきめの細かい肌をしてらっしゃるんだよね。そうそうそうね。しかしどうですか、最近はあの調子の方はいかがなんですか、長与千種さんは。うん、まあ、うん、太り気味でちょっと、あ、やっぱそういうのあります。あります。はい。ベストはどのくらいなんですか、体重は。ベストは68ですね。68キロ、はい、今じゃあどのくらいなんですか。73。あ、5キロも。あら。あ、でも、うん、あのコンサートに向けて、10キロぐらい痩せようかなって真面目に思ってるんです。あ、やっぱそれは何のためですか。あ、やっぱ舞台に上がって、うん、やっぱ歌いますよね。うん、そうすると太ってると嫌なんですね、なんか。そう、自分が嫌なんですか。うん、あ、そうかそうか。後でこのビデオで見たりなんかした時に。そうそうそう、だからちょっと痩せたら変わるんじゃないかなと思って。うんうん、ね、じゃあ大変ですね。もうやっぱでも方法は、なんかいい方法あります、そのいくらが体重減らすためには。どういう方法。おかゆ。おかゆと菜食主義。うん、もうじゃあ肉とかそういうの一切食べずに、うん、おかゆと野菜で攻めちゃえば、うん、どのぐらいの期間でそのぐらい痩せられます。の場合は一応予定としては12月の25日まで、うん、クリスマスまでに、うん、痩せようと思ってるんですけど、ね。うん、なんとかなりそうですか、それ続けてれば。多分5キロはなると思う。10キロはどうかな。10キロは分かんないけども、間食とかは絶対しないんでしょ、そういう生活に入ったら。もうしないです。絶対おかゆとそれだけ、うん、はい、で1日3食。1日3食です。はい。あ、で持ちます。だってあとはハードなあれでしょ、いろいろトレーニングが待ってるわけでしょ、うん、試合ももちろん。ビタミン剤とか、うん、あれを栄養補給して。あ、ビタミン剤どういうものを。もう A から C まで。 A から C まで。 E まで。 E まで、はい。ね、一つ参考になさっていただいたら結構いいのかな、おかゆとあれでね。でもあんまりなんか無理するとね、うん、このかっこいい迫力がなくなっちゃいそうで、ね、それはたまにはこう夢見てみたいんですね。夢見てみたい。さて、それでは長与千種さんの曲をお届けしてみたいです。はい、これは1987とお呼びしていいわけですね。はい、そうです。はい、友情1987です。長与千種さんで友情1987をお届けしましたですけどね、今男性の好みを伺わせたら太ってる人は好きだって言うんでね、びっくりして。相撲で言うと坂鉾で、それで芸能人って言うと鶴瓶さんで、鶴瓶さん、それであと津川雅彦さんちょっと経路が変わりますね。あの人はなんかこう、うん、男臭さを感じさせるような。エッチそうですね、役どころがね。でも分かれぬ理由なんていうのは、三田佳子さんぐずっと抱いたりなんかして、あとはなんかひとひらの雪とかなんかありますね。あ、そうそうそう、あれ見たんですか。見ました。いやらしい。で、その女の方になりたいんですか。いや、子供に優しそうな人ですよね。え、実際のところ、実際はね、うん、あの実像はね、役の上ではエッチな役も得意ですけどね、いろいろ役やりますけどね。でもああいう人だとこう奥さんも幸せじゃないかなっていう感じがするんで、うん、でも長与千種さんと津川雅彦さん結婚したら、もしね、抱かれちゃうのは津川雅彦さんって、やっぱりどう考えたって抱かれちゃいますよ。そうですね。うん、そうやだから可愛がったねとか言いそうでね、バカなこと言ってたら。何を言ってんだ俺は。分かんなってますよ、今日はなんか取材の方もお見えでございますけどもね。はい、どうなんですか、やっぱダンプ松本さんなんていうのは、もう本当に憎いと思ってるんですか、普段も。憎いっていうか、もう関係ないですよ。うん、関係ないの。もうほとんど生活が別々だし、うん、もうあんまり目線に入らない人。本当に。だってもう遺恨もあるでしょ、こう髪だけジョンジョンキッズ。一時はすごくあの遺恨っていうのはあったんですけど、うん、もう相手にしたくない。今はもう自分の行く方向っていうのは、うん、プロレスではもう行く方向が違うんで、うんうん、なるほどね。今はあのストロングスタイルで結構やっていきたいんで、うん、もう8年目なんで、だからもう違うんですね、考えが。でダムさんはダムさんの個性で、私は私の個性でって言うんです。ライバルっていうと誰なんですか今。ライバルですか、自分じゃないでしょうかね。これですね、やっぱりね。かっこいいな。言ってみろよ、ライバルは。え、ライバルは早く。ライバル、そのダメ。そんなのダメってのはよくわかんないんですけどね。もう長与千種さん来るとアルバイトの女の子やっぱ来るんですね。うん、
もね、必ず好みのね、男の人、女の人が来ると来るんです。あ、どうも。これがね、極端ですね。本当に。だけど、どうですか、ハードな練習っていうのは毎日やってるわけでしょ。そうですね。だいたい1日何時間ぐらいやるわけですか。あの、地方に行ったらやりますね。地方は2、3時間。2、3時間。うん、どういうような運動をするわけ。私たちは、自分がダメなところだから鍛えなきゃいけないところを重心的にやるんですね。だからもうなんかそういう基礎のことはやんないんですよ。基礎のプロレスの勉強は。ウィークポイントってどこなんですか、中岡さんの。あ、足、膝なんです。膝、はい、もうこれ半月板取っちゃったんで。あらららら。だからもう両方とも、いや、右の足、右の方だけ、はい、でもその前病院行ったら、あの、人工の半月板とかあるみたいなんで、考えようかなと思ってんですけど。でも本当ハードみたいですね。みんな体だって結構ボロボロになっちゃうんでしょ、やっぱ女子プロをやってるとね。辞めた人でその前、もうどうしてもダメだからって膝の手術した人いましたけどね。3時間4時間かかって、でも女子プロでやっぱり一番気持ちいいのはやっぱ勝った時ですか。っていうか、お客さんがいい試合だったって言ってくれるのが、負けても勝っても、うん、あ、負けてもいいわけ。負けてもいい試合だった、お前よくやったなって言われると嬉しいし、まあ、勝ったことには越したことはないですけどね。でもやっぱお客さんの反応っていうのが一番嬉しいです。でもね、試合やってる時の長井中澤さん、本当かっこいいですよね。いやいやいや、近々のご予定を一つ。予定ですか。試合でも何でも結構です。芸能活動の方でも、はい、あの、12月の、27、28、30で、コンサートやるんです。どちらで。27、28が後楽園で、30が日本青年館。日本青年館、どんなコンサートに。踊ります。踊りますか。踊りますよ。レビューです。レビューで迫るということでね、はい、だからやってようと思ってるんですよ。ああ、そうかそうか。そのためにもね、はい、目標10キロと。目標10キロ。で、まあ、5キロぐらいしていかないだろうかという検討で、そう、検討で。なんとか10キロ痩せて。そうです。素晴らしい死体を、はい、見せてください。よろしくお願いします、はい、どうも。ということで、長井千草さんとかです、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。3度目で。3度目なんですよ、実はですね、はい、この後はお話はまたゆっくりお聞かせ、あれ、もう飛んでます。お聞きしようと思います。お聞きしようと思います。それでは早速入りたいと思います。今日はゲストにサンプラザ中野さんを、お迎えしてるんですけれども。ありがとうございます、お招きいただいて。本当にわざわざ来ていただいて本当ありがとうございます。こんな拙い私が司会ということで、ほとんどこの番組はどうなるんだろうっていう感じなんですけれども、今日はですね、今回の富田靖子の宿題がいっぱいというコーナーがあるんですけど、はい、それがこう私僕の恋愛についてっていうテーマなんですよ。私僕の恋愛、はい。それで、あの中野さんは悪恋じゃねえだろうというね、著者でもあるということで、あの、中野先生に、あの、清い男女交際についてお聞きしようという。力が入ってますね。もうだってもう清い男女交際。そうですね、清い男女交際。やっぱり中高生の方々いっぱい聞いてると思うんで、ぜひお聞きしたいなという。要するに男女交際ですか。そうです、問題は。恋愛観というかね、そういうことについて。恋愛観ね、うん、恋愛はやっぱりいいですよね。ふふふだって笑っちゃったりしていいですね。うん、やはりいいと思いますか。いいと思います、本当に。今まで何人ぐらい恋愛してますか。いや、そうですね、富田さん初恋は小学校6年。小学校6年早いですか。いいえ、普通かな。僕もそんなもんですね。でもその辺の恋愛っていうのはあまり発展しなかったでしょ。しないですね。僕もね、小学校6年の時にね、あの、当時ね、僕のアイドルだったね、アマチマリにそっくりなね、鼻の形をしたですね。あ、それはアマチマリさんの鼻の形。鼻の形だけ似てたんだよ。で、その女の子にね、あの、その子の机の上に置いてある辞書にの中に挟んだね、好きです中野って書いて。で、ね、どうなるかな、ふんふんふんと思ってたらね、次の日かな、学校行ってですね、僕が辞書を見たらですね、私もって書いてあったんですね、これが。いや、美しい。美しいってほとんどお笑いですけどね、今考えると。いや、そうですか、そんなことないですよ。なかなかいいでしょ、うん、で、それはどうなっちゃったんですか。それはですね、だいたいなんか小学生だとそれだけで終わってしまうような。僕その小学校転校した途端に、あ、違う、卒業した途端に、転校したんだよね。卒業した途端どうなっちゃったんですか。うん、あ、お、なんか途端に引っ越しちゃったんで、僕が、中野さんが、で、そのまま終わっちゃいましたね。はあ、なんか初めてあのマフラーとか編んでもらったんですけどね。いや、いいですね。ボコボコでとんでもないもんでしたよね。いや、でもいいですよ。富田さんどうだったんですか。私ですか。あの、もううち
私のグループ8人ぐらい女の子のグループだったんですけど、そのうち4人があの4人とも1人の男を好きになってしまった。好きだったんですよ。その4人のうちの1人でモテるんだな。でそのそうなんですよ、バレンタインデーの時その人は11個もらったんですよ。小学生のくせに。小学生のくせに。でそのぐらいあのかっいいやつで、で結局あの遠くで見てた、終わりでしたね。なんか結構その後は、その後はすぐデビューしちゃいましたね。ああそっか。その後あ素敵だなと思う人が一人いたんですけど、でなんかそれもなんか遠くで見てて終わってしまって、その後中学校3年になってアイコでデビューしてしまって、アイコ16歳に出てしまって、そのまんまなんか遠くでぼーっとしてたらこの年になってしまいましたね。まあこの後のあの大人の恋愛観についてまた一曲お送りした後でお聞きしようかななんて思ってるんですけどね。じゃああのですね、10月1日発売しましたジャングルの中からですね、これも大好評赤丸急上昇絶賛発売中なんですけれども、そのジャングルの中から、ね、さっき言いましたあの終わる恋じゃねえだろうの本と同タイトルの終わる恋じゃねえだろう、中学生ぐらいにしましょうか。そう、ね、高校生ぐらいがいいんじゃないの。あ、中高中高生、うん、僕ね中学の時にねすごく好きな子がいてね、でいきなり一目惚れしたんですけどね。あれ僕転校してってね、それで、あの新入生歓迎会っていうのやってて、でこうやって座って見てたんですよ、はい、関係ないから。そしたらねすっごい眠れる森の美女かな、あら、でパッと立ち上がったその女の子が白いドレスを着てて、おーかわいいって言ったらね、その子に惚れてしまいましたね。あら、それでそのまんま好きになっちゃってね、で中学校2年かなんかの秋かなんかにね、夕焼けの僕あの夕焼け千葉ですか、夕焼けのですね、はい、あの江戸川に呼び出しまして、あら呼び出して懐かしいですね。呼び出したんだこれが。それでもう僕と付き合ってよみたいな話になってね、うん、いいな私。だからもう付き合うってどういうこととか言われてね、あ付き合うってだって一緒に帰るとかさ、それでどうするんだいやだから一緒に勉強するとそれが何なのとか言って、私わかんないとか言われて、そう言われてみればわかんないなって思ってね。でそれは結局どうなっちゃったんですか。それは結局そのまんま付き合うとかそういうのなしに、要するに振られちゃったんですね。割と変わった子だったんですね、その子。中学校だったらもうなんかそういうのってお付き合いするっていうの帰るとかそれだけだけど、なんとなくあの普通の男の子よりも一歩違う関係になるみたいなのって分かるんじゃないかななんて思ったりするんだけど、分かんなかったんだよね。僕らすごい子供だったからね。ああそうですか。それでその後は、それでねそのまんまですね、高校に行きましてですね、でその子をですね2年越しで口説き落としたんですよ。あらすごいですね。すごいでしょ。その2年後はどうだったんですか。やっぱり中学校時代とはまた違う。違いましたね。違いました。うん、大人になって彼女も付き合うってどういうことって聞かなかったですね、さすがに。そうですね、うん、高校生になったらやっぱり、うん、でもそれでしばらく付き合っててやっぱりこんなの付き合うのじゃ付き合うのなんか理想と違うみたいなこと言われて振られてしまいましたけどね。でもよく友達とか話してて、なんか思ってたのと違うとか、なんかそういうのでよくあのうちの友達も別れたりとか、なんかそういうの多かったですよ、うんうん、やっぱり恋に恋するっていうやつですか、女の子はね。なんかそういう風なの多いみたいですね。うん、で、あの私憧れなんですけど、自転車でこう押しね、男の子が自転車を押しながら女の子がその横テコテコ歩きながら夕焼けの中駅まで帰るっていう、はい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 、やりました。やりましたですね。いいな。はっきり言ってね、やったですよ私は。これってなかなか思い出残りません。そんなことないのかな。なかなかでもね、うん、やっぱ歌の中にも使えますしね。あ、そうですか。やっぱり思い出に残ってるんでしょうね、うん、ちょうどあの釣りカバンですか。あの黒いカバンじゃなくてあの白の、麻でできてる、あれをこうゴム紐でね、あ後ろにこう自転車の荷台に縛っちゃってね、その上に女の子の黒いカバン乗せたりなんかして、そうそうそう、で中であのお弁当箱の空になった、あお弁当箱の中の箸がですね、カラカラカラって揺れるですよこれ梅干しの種じゃないとこがいいですねうちのお兄ちゃんきっと梅干しの種だったんじゃないかな、うん、そういう、まあ、そんなこといいんですけど、そういうところ行きますね、うん、じゃあそれではなんかあの次の曲をね聴いていただきたいと思うんですけど、夕焼け物語っていう、なんかこの話にぴったりだったんじゃないかっていうね、うまくまとまっちゃって、うまいなとかね珍しいなとかね
私思ったりしたんですけれども、ひょっとして、DJ の天才じゃないですか。いや、私あの DJ ずっと半年やってるんですけど、話があの聞いてる人が分かんないことはできるんですけど、こういう風にちゃんと聞いてて自分その説明自体がよく分からないということでですねあれこういう感じなんです。だから、はい、飛んでるっていう人は言いますが、まあの大好評赤丸急上昇絶賛発売中のジャングルの中から、夕焼け物語を聞いてください、はい。絶賛発売中のくどいっていう気もしますが、ジャングルの中から夕焼け物語を、聞いていただきましたが、久々にツアーが始まるということなんですけれども、はい、あの11月9日の水戸を皮切りに40本、そうなんです。タイトルを教えてください。タイトル好きなんだ私。タイトルはですね、はい、爆風スランプグランドツアー爆風元年、はあ、すごいですね。あれ、これ来年の3月までずっと、来年の3月ぐらいに東京を締めで行きたいなと。すごい、40本とか行ったらもう私なんかもう目が回りそうな気がしますけれども。うん、そうでもないですね。そうですか、うん、でも爆風スランプのコンサートはなんかあのこんな音楽音がガンガン出るところの上に登っちゃうっていうスピーカーですね。スピーカーでひょっとして人はそうとも言いますが、あれ登っちゃうとかね、まあ、音がガンガン出るところの上にはたまに登りますけどね。いろいろなんか派手なコンサートになりそうな気がしますけれども、皆さんぜひ、11月9日から、始まりますんでよろしくという、それとあの LP とかだって LP ジャングル EP ザツライがもうさっきから大好評赤丸急上昇絶賛発売中なんですけど本当にあのもうこれからコンサート大変だと思いますが、はい、あの頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。皆さん見に来てください。ぜひ皆さんいらしてください。富田さんもぜひ。私もぜひ行きます。一回見に来てください。本当一回行こうというと安子仕事あれっていうね感じが多いんですけれども、絶対今度はね行きたいなと思ってますんで、はい、はい、爆風スランプグランドツアー87-88サブタイトル爆風元年。いいな、こういうタイトル。安子さんのどういうタイトルなんですか。いや私のタイトル安子ラブリーツアーとかそういうんですかあの福岡出身なんですね。だから頑張る県とかやってみる県とかね、そういうタイトル、ヨカトピアみたいな
そういうのはあのつけてませんがね、あの本当にコンサート頑張ってください。本当に今日は拙い、はい、あの番組でそのあ、いえいえ、であれもうぐしゃぐしゃなんですが、本当にどうもありがとうございました。こちらこそまた来てください。はい、サンプラザ中野さんを、来週あれサンプラザ中野さんを、お迎えして、今日はお送りしました。君といるとなぜだか不思議なくらい素直な気持ちになれる。そう、僕の気分は I feel coke。爽やかテイスティアイフィールコーク。恐怖のゲストの日には、今日は、サンプラザ中野さんをお迎えしてお送りしたわけなんですけれどもね、いろいろなんか今日は私すごくあの会話がハマってたような、そんな気がします。普通に言っていいのかな、いろいろなんか当時の私も小学校とか中学校の頃思い出して恋愛のこと話せたりしてね、すごくあの楽しかったななんて思いましたが、ぜひまたね中野さんこれに懲りずに来ていただけたら嬉しいななんて思います。でね、あのサンプラザ中野さん爆風スランプもね、もう今年のね、あの11月ね、今年でもね、コンサートを始めたりするということで、私もね今年コンサートやりたかったんだけども、ちょっとねミュージカルも控えてるんで来年やろうと思ってますので、その時はねみんなぜひ見に来てください。私もね変なタイトル、もう爆風元年にはねちょっと負けてしまいそうな気がしますが、面白いタイトルねつけたいななんて思ってます。それでもしもし、もしもしこんにちは。こんにちは。こんにちは。ヤックン。はい。風声ですね。あ、風ちゃんって昨日まで寝込んでたんですよ。ひどい声。ひどい声だね。今度の風はですね、はい、あんまり熱が出ないみたいなところがあってですね、気持ちが悪くなるっていうところがあるでしょ。気持ち悪くないですけど、僕ね、喉と鼻がもうダメですね。あー。今日はどこで何ですか。今日は愛知工業年金で、夏のコンサートの追加公演です。追加公演、はい、大丈夫かな、その声でその状態で。もうやっぱり来てくれるのはファンの子なんで、うん、まあ雰囲気を誘って帰ってもらえれば幸せだなねえヤク、はい、君はその風邪ひきタイプの体質を持ってるわけ。あ、僕体はね、弱い虚弱体質なんですよ。保留の体質だ。保留の体質だ。うん、弱いんですって。弱いの。じゃあなんかこうかばってやらなきゃいけないような気持ちになってきますね。いやいや、そんなことないです。もっとよりこっちへ。見かけによらずね、体は弱いんですよ。ああ、そう。その愛知厚生年金会館ですが、はい、何時からですか。2時からです。2時から。1回目か2回目か6時からです。あ、そう。2回もやるんですか。そうです。それじゃあまだ時間ありますんで、はい、少し発声の稽古をしてですね。発声の稽古と、あと文化放送に電話入れて、今第一報で志望してる名前が入ってなかったんでね。ちょっと困ったなみたいな。入ってないね。困ったね。まだ新曲だからね。そうなんですよね。うん、まだ知られてないと思うんですよ。この間にヒットスタジオぐらいで。演歌なんて歌えないってやつね。はい、うん、これ間もなく入ってきますよ。あ、そうですか。安心してください。安心しません。この間小川さん、僕テレビで久しぶりに見ましたよ。え？なんか美少女コンテストで司会やってましたね。あ、小川さんだなと思ってテープ取っちゃったの？美少女歌手コンテスト？ヤックン、はい、それじゃあ風早く直して、はい、また元気に会いましょう。ありがとうございました。新曲11月21日発売なんで、はいはい、一つ分かっておりますよ。はい、はい、どうもありがとう。元気にな。はい、うん、他のメンバー、もちろんもちろん、フックに変わってください。フック
ちょっと待ってください。はい、もしもし。もしもし、深谷です。ふっくん、どうもこんにちは。ふっくんは体調の方は十分ですか？体調ですか？はい、今ですね、まだ放送になってないんですけども、うん、俺の妹急上昇っていうドラマを今度やるんですよ。うん、それでちょっとね、そっちの方のねスケジュールでね、うん、毎日6時に起きてね、うん、3時までっていうスケジュールがね4日ぐらい続いたりして、うん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 、ちょっと待ってますね。ちょっと待っててる、ええ、あ、見るでしょ。それでまたこういう追加公演が入ってきたりなんかするとですね、はい、やっぱりバテますね。ちょっとバテますね、うん、でもなんてことないですけどね。やっぱりさ、そのステージに乗っかってね、そのファンの人たちの顔を見ればね、はい、疲れが吹っ飛ぶってところがですね、あるでしょ、やっぱり。それはもうありますね。その辺がいいがな商売だね。そうですね。やっぱもう幕開くまで楽屋にいる時はね、あ、そりゃそうだね、眠いって人がありますけどもね、あ、幕開いてやっぱ始まっちゃうと、うん、そのこと忘れちゃいますからね。うん、青くん、はい、最近はですね3人がそれぞれですね、ドラマ出演だとかなんとかで忙しいみたいですが、こうやって3人がですね顔を合わせるってこともですねたまにはあるわけでしょ。はい、ありますよ。あ、そう、今回久しぶりですか？今回はそうでもないですね。やっぱ新曲今、あ、そうか、結構テレビとかでも歌いますんで。わかりました。はい、フックありがとう。はい、じゃあモックに変わってください。はい、モックン。もしもし、どうも。どうも。皆さん、こんにちは。こんにちは。今ですね、はい、1時19分34秒なんですが、2時からステージだということなんで、はいはい、頑張ってくださいね。はい、で、モックン、はい、人に聞いた話なんですが、マイケル・ジャクソン3人揃って行ったって話ですね。そうです。ねえ、なんか盗めました？ですね、うん、一応今回もマドンナと続いて、うん、一番前で見れたんですよ。うんうんうん、それで、うん、今回はマイケル・ジャクソンのものは取れなかったんですけども、うん、マイケル・ジャクソンの隣で踊っていた2人ダンサーいたんですよ。うんうん、そのダンサーの着ていたタンクトップのようなものを、うん、マイケル・ジャクソンがこうやって触って、うん、引っ張って破いて、うん、それを投げたんですよ。うん、それを拾いました。僕の言ってるモックン、モックン、はい、僕の言ってる盗めたものってのはね、マイケル・ジャクソンから何か盗めたかなっていう話で、別にそのもっと大きな意味ですか？もっと大きな意味ですよ。そうですね。困ったなこれ。ああ、やっぱりもう盗め、とても盗めるようなもんじゃなかったですね。なんかね、テレビの中継に映って、3人とも割とその青空して見てたって話を聞いてますけどね。もう僕はああいうのに行った時は、とりあえずもうこう口開けて、口開けてっていうか、もう大騒ぎして、みんな心丸出しで盛り上がるっていうのが出てますからね。分かった、もっくん、もう時間がないんだけどもね。もっくん、それじゃね、はい、11月21日発売のですね、はいはい、演歌なんて歌えない、これをかけときますんで、あ、よろしくお願いします。2時からのステージ頑張ってください。はい、どうもありがとう。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ヤックにあんまり近づかないようにね。あ、そうですね、風邪をするから。チェッカーズの藤井文也君が来てくれました。ようこそ。こんにちは。どうも。だってさ、文也が来るとさ、オペレーターは全部こっち向いちゃって電話取らないんだもんね。仕事にならないんだもんね。それはいけませんね。ギャラ払ってんだもんね、当番としてはね。本当に。ようこそ。どうも、お久しぶりです。文也君からは時々電話をもらうんだけども、ね、スタジオに来てもらうってことは、なかなか久しぶりですね。元気ですか？元気です。なんかロンドン経由ニューヨークで帰ってきたっていう話なんだけども。そうですね、いろいろ忙しかった向こうで。忙しかったですね。どういう動きだったわけ？まあ、ビデオを撮って、まあ、ライブ版を撮って、うん、あとシングルのミックスダウン、それと12インチ作って、あとにそうテレビの、ビデオ、ビデオっていうかドラマですね。それのシューティングで。でロンドンでは1日だけなんだけれども、コンサートを開いてきたという。そうです、ライブやりました。どうです反響は？受けました。本当に受けなかったら受けなかったって言おうと思ったんですけど、うん、受けましてね、これは。あ、その時はチェッカーズって名前を使わないでキュートビートクラブバンドという。そうですね、キュートビートクラブバンドっていう、うん、これどうしてそういう名前にしたわけ？もともとそのロンドン行ってライブやったりとかビデオ作ったりとか12日作ったりっていうのがキュートビートクラブバンドっていうもので作ろうっていう、うんうん、だから全部キュートビートクラブバンド。ああ、なるほどね。でそのロンドンでの1日のコンサートのライブが、11月6日にということは、
もう出たわけですね。ですね。円高佐伯還元ライブというそうです、円高佐伯、そうです、円高佐伯還元、ええ、ライブ、ライブというライブ、まあ出てないんじゃないかな、ライブは版は。あ、そう、多分。あはんはんはん、そうです。まだですか。まだですよね。まだですか。まだ、ね、マネージャーとお話をしてるんですけどね、私があの日にちに弱いもんで覚えてないんです今日は8日ですところで、まあ、あのフミヤの方から仕事のことを、まあ、聞いておきましょうか。何かあったらば。そうですね、初、いろんなものが発売するんですけど、そのキッドビートクラブバンドのビデオ、はい、それからライブのレコード、うん、12日が昨日出たのかな、うん、昨日か一昨日か6日かな、6日に出たんですね、あ、そうかそうか、指話をして、そんなもんですねそうですか。フミヤ君はですね、今日このスタジオに入ってきた途端にですね、タバコに火をつけたんだけども、割とヘビースモーカーの方の、いや違います、ずっと吸ってなかったんですよ。さっきテレビの仕事いっぱいやってきたもんね、うん、それ今喉の調子悪いから乾杯せえなって、うん、1日何本ぐらい、1箱吸わないぐらいでしょ。20本ぐらいですね、ぐらい、うん、あ、酒の方は最近、酒はガンガンいきますね、ガンガン行く、ええ、六本木界隈を、六本木界隈、麻布界隈、新宿だけは行きませんね。なんで新宿だけ行かない新宿なんですけど、新宿はね、昔あの遊びに行って2時間タクシーが捕まらなかったことなんて、あ、それはあるね、新宿って街はそれがあるな、うん、ちょっと一番怖い、あの若いその不良の皆さん、俗に言うチンピラですね。あれたちが怖いんですよ、よく怖い、うん、ちょっと暗いとこ行くとね。それからさ、ね、あの弟の直之くんがソロデビューしたでしょ。やっぱり兄貴としては嬉しいでしょ、これは。そうですね、おかげさまで売れまして。売れてますね、ナチュラリーというのはね、行ってほしいですね、もっともっと売れてほしい、うん、でもあの越されてしまうとやっぱり憎たらしいでしょいや、そんなことはないですね。そんなことない、うんうん、余裕見せる、とりあえず、出版は僕が握ってますからね、冗談ですけどそれは嘘ですけどでも今日のフミヤはあの髪の毛を短くしてるし、片方の方のピアスが非常に光って見えてですね、本当に男の色気を感じますね。久しぶりで随分あの大人の男性っぽくなりましたね。言われません？どうもありがとうございます。しっかりしてきたなって感じはするんだ、ね、しっかりしてきたなって。そうですね、もうフミヤも26歳だもんね。そうですね。じゃあそのブルーレインですね、これいきたいと思いますけども、じゃ あ, たくさんあのカード読んであげてください、はい、東京都と神奈川県以外の末尾4番の方のリクエスト、これからお受けします。世田谷区の渡辺博美さん、それから、おみぐちともえさん、はい、清瀬ですね、板橋区の原田、陽子さん、いいよ、読んでいいんですか、木村純也さん、金井ゆかりさん、ブルーレイン。そう、いろんなことをしてやってますね、このブルーレインっていうのは、新谷さん余計なこと言うんじゃないんだよいや、あのブルーレインっていうのはですね、志賀文也君で曲が直之君という兄弟で作ったわけですが、そうです、こういう例っていうのは多いわけですか。結構 LP とか多いですね、藤井兄弟の曲は。ねえ、あの藤井兄弟の曲って言われてるんです。文也は作曲はしないで、そうですね、できないことはないんですけど、もっぱら詩だという話、あの詩書ける人間がうちはあんまりいなくて、うん、曲書ける人間は結構いるんで、うん、曲はそのいっぱいいるから、もうそっちの方に任せて、うんうん、詩に専念して。でキョンキョンと の, あ, のあれは発展はどうなってますかそう、あ、そう、あれですか、はい、あれは何だったんでしょうね。何だったんでしょう、目、向こうは迷惑していいでしょうね、すごい、うん、こないだ来た時はそうでもなかったですね。それでキョンキョンとフミヤ君は仲良くしてるし、それからあの、キョンキョンの曲を直之君が書いてるという、うん、三角関係ですね、これはね、うん、複雑な、ちょっと複雑な関係になってきて、相関係、相関係ですね、一体どうなってるんでしょうね。うまく整理していただかないと、その辺危ないなっていう感じですね今後を見守りたいと思います。はい、藤井フミヤ君でございました、はい、ありがとうございましたもしもし、もしもし、ナミ、はい、あ、元気、はい、元気です。あ、どうも、よかったよかった。あの風が非常に流行ってますからね、はい、あの歌い手さんの間でも随分流行ってるんじゃない。そうですね、みんななんか風邪ひいてるとか言って、うん、ナミは引かない、ちょっとそれはいいね、なんか風邪ひかないみたいですね。あ、そう、どっからですか電話。今読売ランドからかけてます。あ、そう、はい、コンサートですね。そうです、うん、あの今日は大変ですね、あのお天気いいんですが、はい、恵まれましたね、お天気には。そうですね、こういうことに関しては全部晴れるんですよ、私。あ、そう、晴れ女ですか。そうなんです、ね、そう、
ついてますね。ついてますね。うん、だって昨日の夜結構夜雨降ってましたもんね。降ってましたもんね。だから多分中止になっちゃうかなと思ってたんですけど、もう秋晴れっていうか。でも気温の方はどう？気温はちょっと風が冷たいですね。風が冷たい、肌寒い。ああそう。でナミはですね、はい、今日はどういう格好でですねステージを踏むんですか？もう本当に暖かい格好で、うん、あのジャンバーかなんかして、うん、スカートの下にはあのスパッツみたいなの履いてもう暖かい格好でやる、ね、何なんでしょうこれ。色っぽくも何ともありゃせんっていう感じですけどね。ナミ、はい、仕事の話でですね、はい、ナミの方から言っときたいこと何かありますか？そうですね、じゃあまず11月11日に新曲が出るんです、はい、ハローレディです。ハローレディね、はい、これはテレビの、はい、テレビアニメの挿入歌にもなってるんで、うん、できるだけあの小さな女の子たちにも聴いてほしいってことで、うん、作ったわけなんですけども。そうでございますか、はい、ああなるほど、はいはい、わかりました、はいはい、それから12月1日に、CG とテープだけなんですけども、バイアエアメールっていうのが発売されるんですけども、うん、これは自分で全部あの作詞したんですよ。はあ、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 ナミ、はい、あの作曲はですね、はい、あのやる方は非常に多いんですが、はい、昨今その作詞家がですね、不定してるっていうか少なくなってるって話をですね聞くんですが、難しいんだよね作詞っていうのは。そうですね、やっぱ言葉が選べないから難しいですね。16歳なりのですね、はい、じゃあ可愛いあの作詞ができたわけですか？そうですね、もう全然かっこいい言葉とかもなくて、うん、可愛い言葉って例えばどういう言葉があるの？そうです、子犬の言葉を教えてあげるとか、なんか普通でね、考えつかないようなね、うん、ナミって頭いいんだもんね、この子ね。頭いい。いや、受け答えなんて本当に頭いいですよ。切れるって感じがしますもんね。あんまり切れる女はですね、はい、男性に好かれませんよ。憎まれ口を聞くんですか。ナミ、時間がないんでこの辺で失礼します、はい、ありがとうね、元気でな、どうもありがとう。どうもありがとうございました。進行表には今美女が点点点点と書いてありますが、本当に美女ですね、この方がゲストでございます。こんにちは、中山美和です。てめえの名前は分かんないだろう。中山さん喧嘩売ってんですか。美和ちゃん、はい、ようこそお越しくださいました、これから、寒くなってくるんだけども、はい、寒さには強い方ですか？全然弱いです。弱い、ああ。そうするとこれからドラマのロケやなんかで寒いところでそういう仕事があるときってのは心重くなっちゃうね。そうですね、冬になるのが怖いです。冬になるのが怖い。暑さは大丈夫なわけ？暑いのは大丈夫なんですけどね、うん、寒いと涙出てきます。ああそう、鼻水も出てきて。その美女が鼻水流すんだって。でやっぱりほらこういう季節になってくると季節の変わり目っていうとほらあの肌が荒れたりなんかするでしょ、ね、あの美穂は肌荒れなんかは割としない方ですか？綺麗な肌してるけども。乾燥肌です、割と乾燥肌。ああ、じゃあやっぱり寒さにはやっぱり弱いよな。ねえ、寒風吹きさぶ中でなんか仕事はしたくないね。涙出てくるね。つかぬことをお伺いしますけれども、はい、これから寒くなってまいりますが、おねまきなんかどんなようなものを、うん、いろいろ着用してらっしゃいますか？スウェット着たりとか、ちゃんとパジャマ着たりとか、うん、ネグリジェみたいなのだったりとか。ネグリジェって言っても、スポーティーな感じのネグリジェみたいな。スポーティーな感じのネグリジェってある？ありますよ。そう、はい、教えて、今度今度スタジオに持ってきて。バカなこと言ってますね。さあ美穂、今年を振り返ってみるとですね、はい、非常にあの充実をしたなというふうにあの傍から見ても思うんだけれども、はい、やるドラマは全部ヒットをするし、はい、出す曲は全部ヒットをするし、はい、という感じなんだけどもね、ドラマっていうのは美穂はやっぱり自分で役どころなんていうのは選んでやってるわけ？いえ、そんなことない。そんなことない。うん、今なんかお暇なら来てよねというね、さすきみどりが主題歌を歌ってですね。え、違います。あ、違いますか。ドラマやってるわけで二役やってるわけでしょ。はい。難しいでしょ。難しいですね。うん、
これからどんな役柄みたいなものをやっていきたいと思ってます？今度はまた高校生、高校生、もうできないよって言われますけどね。なんで？いや、よく言われますよ、似合わないとかね。あ、だって現実には17歳でしょあなた。はい、ねえ、もう普通の役、あの大人の役っていうか、未亡人やったりとか結婚してる役やったりとか、うん、そういうのを結構やったんで、うん、今更高校生なんて誰も見てくれないんじゃないかな。はあ、はあ、はあ、そういう役柄をやっちゃったからね、うん、でも杉村春子さんなんかってバカなこと言って、ま、なんでそれ。女の一生、女の一生バカなことじゃないですか。バカなこと言ってます。まあ美穂ちゃんなんてのは本当にあの17歳なんだけども、こうやって見ててもですね、本当にあのなんていうのかな、よく言うんだけれども、うん、このまま水商売に入っていってもおかしくないなっていう感じがねするんですが、水商売お嫌いですか？さあ、いや嫌いじゃないです。合ってないだろうな、性格的にね、水商売ってのは合わないと思いますね。あさて、キャッチミ、たくさん来てますんで、はい、はい、じゃあその前に東京都と神奈川県以外の末尾6番の方のリクエスト、これから受け付けます。お電話どうぞ。じゃあ住所と名前お願いします。足立区の宮沢陽子ちゃん、千葉市の宮内よしみちゃん、目黒区の加藤照彦くん、日野市の大野由紀子ちゃん、どうもありがとうございました。中谷美穂が歌います。Catch me.改めてお伺いいたしますが、はい、あなたがお歌いになる歌ってのは決して優しい歌ではないんでありますが、はい、最近トミーにですね、中谷美穂さん、はい、あの歌が非常に上手くなってきたなと言われませんですか？あんまり言われないですね。嘘つけがね、さっき言ったのと違うじゃないか。いよく言われます。真面目で。中谷美穂さん、はい、演技の方はいかがですか？最近トミーに上手くなったと言われませんか？あ、自分としては少しずつ進歩はしているかなと思いますけど。そう思うな。うん、でベストもののアルバムが出るという話があるんで、はい、ちょっとこれ美穂の方から。11月5日に出ました。出ました。はい、デビュー曲からキャッチミーまで全部入ってます。あ、そう。デビュー曲の A 面がずっと入ってるわけ。 A 面。あ、これちょうだい。いいじゃない別に。いや、そうな顔してますよスタッフ。ねえ、ちょうだい。私持ってないんで、あの誰か。だからうんって言ってくれれば誰かくれるんだ。はい、はい、ありがとうございました。中井美穂ちゃんでございました。よかった。私の